はい、こちらですね、都営大江戸線、蔵前駅を出たですね、春日通りに面した出口ですね、この春日通りをですねこのまま進みますと、馬屋橋があり、そしてですね、プチ FM897 隅田リバーのですねスタジオのある場所に着きます。はい、こちらですね、馬屋橋交差点ですね、こっちが6号線、6号線になってます。それで、春日通りあの橋を渡るとですね、墨田区に行くという形になりますね。こんな感じでですね春日通りを進んでいきますとですね、これエポック社の本社があります。シルバニアファミリーですとか野球盤でおなじみのエポック社ですね、エポック社の本社を通過します。通過すると間もなく馬屋橋に入ります。馬屋橋に入りました。こちらがですね馬屋橋です。ですねあのステンドグラスがですね、今なんでしょうかね、馬屋橋になります。この馬屋橋はですね、現在の馬屋橋は、大正15年に竣工しですね関東大震災の後ですね昭和4年に完成した橋となりますね。歴史ある橋となります。この馬屋橋をですね渡っていきますとここがですね、隅田川ですね。屋形船がですねいっぱい停泊してますね。でこの隅田川が流れて向こうに遠くに見えるのがですねあのアサヒビールのですねあの有名なあの本社ですね。橋の中央付近になります。ぐーっと見ていくとですね、はい、スカイツリーです。東京スカイツリーがですね見えてますね。橋の向こう側はですねこんな感じになってますね。橋の向こう側です。ぐーっと来ている首都高がですね走ってまして、あそこに見えるビルはライオンの本社になりますね。こんな感じです。お、ちょうどいい感じでですね船がですね、隅田川を登っていきます。橋をですね渡り切りますと、こちらにあるのはですね馬屋橋地蔵尊になりますね。お地蔵様になります。地蔵様です。さすがにここら辺はですね屋形船の店がですねそこそこありまして、こんな感じで屋形船のですねお店がですねすぐ近くにあるんですよ。はい、進んでいきましてこう行きますと、ここにですね、バーがございまして、その横がですね、出ました、こちらになります。プチ FM 隅田リバーのスタジオになりますね。今はですね営業しておりません、やっておりませんでですねシャッター閉まってますけどもね、夜になるとこのシャッターが開いてですね、番組が始まるという形になってますね。すぐ隣はですね馬場さんがですねよくですねラジオの中で話している料理屋さんですね、著名人がよく訪れるというこちらのお店になりますね。で今回のですね目的はですね、プチ FM 隅田リバーを紹介するのではなく、実はですねぐるりと回りましてここ、本所1丁目交差点なんですけれども、この本所1丁目交差点をですね、南下いたします。こちらの方向ですねこちらに向かいます。はい、本所1丁目の交差点を渡りまして、清澄通りに入りますね。この清澄通りを、進んでいきますと、今回のですね目的地に着くわけです。果たしてそれはどこでしょうか。隅田リバーのスタジオからですね歩いて5分ぐらい来ますと、こちらですね蔵前橋通りのですね、こぎる形でその向こうに見えていますのがですね今回の目的地。いい感じのですね、公園になってますね。都会の中のオアシスといった感じでしょうか。横網町公園にこれから入っていきます。はい、横網町公園に入ります。まずですね目につくのはここで、この石碑ですね、東京都慰霊堂
この奥にですね、横網町公園の中には、東京都慰霊堂があるんですけれども、関東大震災90周年特別展がですね、今開催されているということですね。こちらですね、東京都の慰霊堂ですね、横網町公園、こちらにはですね、関東大震災、およびですね、東京大空襲でですね、お亡くなりになった方々のですね、遺骨等が収められております。東京都の慰霊堂がこちらにあるわけです。円を見回しますとこんな感じでですね、いい感じになってますね。お子さんたちが遊んでます。慰霊堂ですね。こちら小田原ですね。小田原の津波ですね。小田原は津波に襲われました。その横にはですね、鎌倉です。鎌倉もですね、同じように津波に、飲み込まれました。鎌倉です。こちらの油絵はですね、大正大震災当時、洋画家徳永、なんて言うんでしょうね、龍舟先生ですかね、実況を視察し、門人と力を合わせて描かれたもので、総数25枚の一部を、ここに展示しているということですね。避難民の混乱が描かれてますね。関東大震災当時のですね、燃え盛る町ですか、逃げ惑う人々の様子が描かれてます。こちらはですね、火災旋風ですか、火災旋風によって人がですね、巻き上げ、炎にですね、包まれ、空にですね、吹き飛ばされていくという模様が描かれてますね。こちらがですね、慰霊堂になりますね。ちょっと撮影した後、私もですね、拝みたいと思います。慰霊堂になります。反対側にはですね、東京大空襲のですね、写真がですね、展示されてますね。東京大空襲、おびただしい人の数ですね、1945年3月10日ですか、東京大空襲でもここで多くの方が亡くなりになりました。石川光陽さんですか、震災写真パネルということで、石川光陽氏がですね、こちらのパネルの方、写真がですね、写されたそうです。穏やかなですね、平和なですね、公園なんですけれども、この地で起こったですね、さまざまな出来事をですね、思うとですね、言葉に詰まりますね。こちらはですね、関東大震災朝鮮人犠牲者のですね、慰霊碑になります。関東大震災の際にですね、たくさんのですね、朝鮮人の方がですね、犠牲になりました。そちらのですね、慰霊碑になります。この塔がですね、
慰霊堂になります。こちらの塔の方にですね、犠牲者の方のですね遺骨等がですね納められております。この施設には関東大震災遭難者並びに都内戦災遭難者のご遺骨が納骨されていますということですね。最初にですね、ここに入る前に見えてました建物がですね、こちらの東京都復興記念館になります。先ほど中に入ってですね、展示物を見てきましたけれども、関東大震災の当時のですね、焼けたお金ですとか柄瓶とかですね、自転車等が展示されてまして、その当時のですね、被害に遭ったものがですね展示されているような形になっています。2階の方にはですね、東京大空襲の時のですねパネル等もございまして、そういった場所ですね、考えさせられました。こちらの鐘はですね、関東大震災により遭難死した、死者追悼のためにですね、中国仏教徒のですね、寄贈による鐘だそうです。はい、こちらのですね、像はですね、関東大震災の折に、小学校児童約5000人のですね死を悼みですね、震災遭難時中魂像として作られたものです。戦前にですね作られたものなんですが、実はですね、昭和19年のですね第二次世界大戦竹縄の頃、戦力増強の一助として金属回収の、あってしまったと、像がですね、戦争のですね、ために撤去され材料として使われたということになり、台座だけがですね虚しく残されていたとのことです。しかしですね、昭和36年にですね、当初の作者のですね小倉雄一郎氏のですねお弟子さんたちによってですね、再建されたものとなります。こんな感じでですね、ここ横浜町公園からも、東京スカイツリーがですねいい感じに見えております。でこのですね横浜町で、関東大震災の際にですね何があったのか、どんなことが起こったのか、多分ですね、多くの方はですねあまり詳しいことは知らないと思います。で私はですね吉村明さんの関東大震災を読みまして、我々はもっとですね過去のことを知る必要があるのではないかと思いました。吉村明、関東大震災、現代人、特に東京周辺に住む人にとってはですね必読の書です。なるおすすめの一冊となります。はい、横浜町公園のですねすぐの隣にですね、また小説の中でも出てくるですね旧安田庭園もあります。安田庭園の方もですね、どんな感じなのか覗いてみたいと思います。はい、安田庭園ですね、いい感じでですね曇り空もですね日の光が差してきまして、休日のですね、いい感じの午後となっております。はい、旧安田庭園をですね、出ますと出たところにですね、向こう側、旗が、はためいてますね。あれはですね両国の国技館の旗ですね。両国の国技館になります。それでぐーっと左側を見ますと、江戸東京博物館があります。このようにですね、横浜町公園の周辺はですね東京の観光スポットになってますので、皆さんもですね東京にですねお越しになる機会がありましたら、ぜひですね横浜町公園の方にですね足を運んでいただきたいなと思います。